ーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。お客様にお願いいたします。ケーブルカーは事故防止のため急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。また窓から手や顔を出されますと危険ですのでおやめください。車内は禁煙ですのでおタバコはご遠慮ください。携帯電話の使用は周りのお客様のご迷惑になりますので、マナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。終点阿夫利神社まで約6分で到着いたします。伊勢原警察署からのお願いです。登山届を出しましょう。阿夫利神社駅に登山届のポストを設置しています。ヤマップ、コンパスといったアプリからも提出できます。ご自身の安全のため登山届の提出をお願いします。次は大山寺でございます。ご案内いたします。丹沢大山国定公園の大山は標高1252メートルのピラミッド型の美しい山容を見せています。山頂や阿夫利神社下社からの眺望は格別で、眼下に相模湾、その中にぽっかり浮かんだ江の島、その先に横たわる三浦半島、遠くは房総半島、伊豆大島。はい、まもなく大山寺駅です。折口左側です。はい、大山寺駅までの切符のお客様はこちらが別所駅となります。はい、扉開きます。はい、大山寺駅までの切符のお客様はこちらが別所駅です。上で大丈夫ですか？大丈夫ですね。駅上まで持ってらっしゃる。かなり上混んでますが、帰りものすごい時間になってますので、ご乗車ください。20時が最終ですので、はい、降りる方は進んでください。扉閉めます。1号車の橋です。送ります。次は終点阿夫利神社でございます。阿夫利神社は紀元前97年、崇神天皇の頃の創建と伝えられ、大山積の神、大雷の神、高尾神の神を主祭神とし、大山山頂に立つ阿夫利神社本社にお祭りをしております。大山の雄姿は関東一円はもとより、遠く海上からも眺められ、江戸の頃より大山港が組織され、またの名を出世山、関東総鎮護の神として家内安全、商売繁盛をはじめ、祈願成就の霊源あらたかなお山と広く御崇敬を集めております。まもなく阿夫利神社に到着いたします。往復切符のお客様は明明お持ちになって係員にお見せください。片道切符のお客様は係員にお渡しください。お降りの際お忘れ物のございませんように。また停車の際少し揺れることがありますので、お立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。はい、本日の最終ケーブルカー20時ちょうどです。改札の乗車券を拝見しております。乗車券のご用意お願いします。ケーブルカーすぐの発車となります。
はい、停止しましたら入り口までお願いしますね。はい、ありがとうございます。